GS650G は、鈴木が製造を販売していた、ネイキッドタイプのオートバイ、刀のサブネームと共に販売された。GS650G 刀は、GS650K のスポーツツアラーとして1981年に登場。工業デザイナーのハンスムートを要するターゲットデザイン社による、車体デザインを最大の特徴としたモデルである。 複雑な面構成の先進的な燃料タイプ形状、ストリームラインのサイドカバー形状、テールカウルを配したツートーンのダブルシートを5防制をモチーフとした10本スポークのキャストホイールなど、後の GSX1100S 刀に通じる刀スタイルのデザインとなっている。ラインナップ的にはシャフトドライブを採用した点からもロードスポーツであるとともにツワラーとしての性質を持っている。 1983年モデルを最後に生産終了。姉妹車種としては GS550M がある。GS650G と同じ車体構成に 550cc クラスのエンジンを搭載し、デザインはほぼ共通ながら、チェーンドライブを採用した点が、排気量以外での最大の差異となる。関連車種としては、海外専用モデルとなる GS650 シリーズがある。 チェーン駆動でフラットシートのスタンダードモデル GS650E、シャフト駆動でセミステップドシートのツアラーモデル GS650GT、シャフト駆動でダンツキシートのアメリカンモデル GS650GL などがほぼ同時期に展開された。BBB ザヒストリー t o 鈴木 GS650G、スペック販売当時のメーカーカタログを参照。 ABCBBB The History 鈴木 GS650 G 歴史ありがとうございます。